ホノルル美術館はアメリカ合衆国ハワイ州ホノルルに所在する総合美術館である。ホノルル美術館は米国博物館協会の認定を受け国立及び州立史跡として登録されている。1922年にハワイ寮から美術館としての認可を得て1927年4月8日に開館した。創立者はアナライス・クック。 ホノルル美術館のコレクションは現在5万点を上回り、重要なアジア美術品、アメリカ、ヨーロッパの絵画や装飾品、アジア織物、アフリカ、オセアニア、南北アメリカの伝統的な作品、ハワイの美術品などがある。1990年にアカデミーアートセンターがスタジオアートのクラスやワークショップのプログラムを提供するために開設され、その後2001年には、 ギャラリースペース8000平方フィートのヘンリー・アール・ルース・パビリオン・コンプレックス、パビリオン・カフェ、アカデミー・ショップ、そしてヘンリー・アール・ルース・ウィングが併設された。ハワイという土地は芸術の中心地からは遠く離れています。しかし、その人種は多国籍、多民族にわたるため、それぞれの民族で受け継いだ文化遺産や芸術に対する理想などをお互いに共有することができます。 ハワイ原住民、アメリカ人、中国人、日本人、韓国人、フィリピン人、北欧人、そしてその他の全てのここに住む人々は、芸術という、どの民族にも共通のものを通じて、お互いが交流をすることにより、先祖たちにより生まれ育てられた、この島ならではの新しい文化というものに気づくでしょう。これは、ホノルル美術館創設者であるアナライス・クックが、 1927年4月8日の美術館会館の日に読み上げた彼女のスピーチの中の言葉である。美術館の会館は彼女が芸術の世界をハワイの子供たちと共に分かち合わなければならないというかねてからの夢を実現するものであった。1853年、オアフ島の宣教師の家に生まれたアナはカウアイ島で芸術に感謝し、 それを愛する家庭環境の中で成長した。1874年に彼女は、チャールズ・モンター牛・クックと結婚し、1882年には、美しいトーマス・スクエア公園の向かい、ベルタニア通りの一角に家を建てた。その当時、その家からは、ダイヤモンドヘッドまで何も遮るものなく、2階からは、プナホースクールが見えたものである。クックの事業が成功を収めたため、 彼らは自ら美術品の収集を始めた。アナが最初に手に入れたものは彼らのベルタニアの家を飾る装飾用美術品だった。彼女は家具メーカー、ユーミンの弟が中国から送ってくる陶器や織物があった。フォンルルの主要な美術品輸入業者の一人となる。クック家の美術品コレクションは彼らの家はもちろんのこと。 子供たちの家までも占領するほどの数に膨れ上がった。1920年、彼女と娘のアリス、義理の娘、ダグマ、美術と演劇の教師のアイザック・コックス夫人らは、ハワイの子供たちのために、これらの芸術品を紹介することを目的として、これらコレクションの目録の作成と、その調査を始めた。1922年には、ハワイ寮から美術館としての認可を得た。 この間にも集められた美術品の目録作りは続けられた。当初からアナライスク、伝統的な西洋美術館の観念に縛られず、彼女は島の美しい自然と気候を広々とした屋外の環境で展示する施設を作りたいとも願った。アカデミー内の様々なギャラリーをつなぐ、他ではあまり見られない魅力的な中庭が彼女の資料深さを証明している。彼女は 美術館設立のために、ベルタニア通りの自分の土地と建物、そして数々の美術収集品と120万ドルの寄付をした。家は取り壊され、そこに新しく美術館が建てられることになり、ニューヨークの建築家、バートラム・グッド・ヒューが伝統的なハワイ様式の建物を設計した。後ろの山並みは素晴らしい背景として、また色とりどりの花をつけた木々。 そして様々な花や緑の植木がシンプルなオフホワイトの外壁と瓦屋根を完璧なものにした。グッドヒューは建物の完成を待たずに亡くなった。彼に代わりハーデイ・フィリップが仕事を完成させた。このユニークなスタイルは現在でもハワイの多くの建築物に取り入れられている。1927年4月8日、ホノルル美術館が開館した。 伝統的なハワイの祈りが捧げられ開会式の間ロイヤルを続けた。その時以来、この美術館はハワイの人々が生涯足を運び続けられる、そして常に変化、進歩していく場所となっている。そして、それはアナの長年の願いであった。美術館が開館すると多くの優れた芸術作品が寄贈された。自ら集めた、 美術品のすべてを寄贈する人々もいた。美術館は、所蔵品の数も増え、規模も拡大し、合衆国内で最も優れた美術館の一つに成長した。図書館、教育棟カフェ、近代美術ギャラリー、事務局29、292席の劇場、そして美術教室と様々な教育プログラムのためのアートセンターが増築された。1999年に、 アカデミーは、教育旨に新しく子供のインターアクティブギャラリー、講義室、教育事務局を創設した。はじめの建物は、アメリカ建築学協会ハワイ支部により、ハワイの最も素晴らしい建築物の一つに指定され、国及び、州の歴史的建造物に登録された。また、ホノルル美術館は、アメリカ美術館協会の認定を受けている。1998年、 美術館全体にわたる大規模な修復工事が始まった。アジアギャラリーはこの工事ですっかり改装され、1999年9月、ジョン・ハラ設計のヘンリー・ビリオン、カフェ、アカデミーショップ、新しい2階建ての展示館、そして巡回展覧会のためのギャラリーなども完成した。新しい2階建ての展示館にはハワイの芸術の歴史を記録した。 このルル美術館の珍しいコレクションを所蔵している。ルース総合館はタイムマガジンの共同創設者、そして編集者であるヘンリー、ライフ、ハウスホーム、そしてスポーツイラストレーテドなども創刊した。彼の未亡人クレアはハワイに今日構え、1972年から1977年までアカデミーの理事を務めた。西洋、 東洋の異文化間の影響を探求する新ギャラリー、イーストスト館も修復され、1999年11月に西島に再オープンした。韓国美術のための新ギャラリーは2001年6月オープンした。インド、インドネシア、東南アジアの新ギャラリーは修復され、2002年1月にオープンした。フィリピンの新ギャラリーは、 引退したアカデミー館長と夫人の名にちなんで、ジョージナンシー・エリス・ギャラリーと名付けられ、2003年にオープンした。2005年5月には、西洋美術ギャラリーの修復と再設備が始まる。2001年、アカデミーは、イスラム美術のためのドリス・デューク基金とパートナーシップを組み、ドリスナイセンターとなった。2002年7月、アカデミー劇場は、化粧直しをして、名前を、 ドリス・デューク劇場と改名。劇場では映画上映、各種エンターテイメントに加え、公演、音楽会なども主催している。2002年10月、ホノルル美術館はイスラム圏美術ギャラリーを新たにオープンした。またシャングリラへのツアーに関する案内センターにもなり、2002年11月6日、シャングリラへの一般ツアーがホノルル美術館で開始された。 2008年には、ハワイアンモダンブランティミール・オシポフの建築芸術と、ドラゴンの贈り物ブータンの聖なる美術品という二つの特別展で、ホノルル美術館は世界的に高い評価を得た。アナライスクックのビジョンから始まり、ホノルル美術館は、今や国際的に有名な美術品を展示できる最高の設備を整える世界で最も美しく、際立った美術館の一つに成長した。 州の主要芸術団体となり、映画、演劇、音楽、舞踊などを上演する市のセンターとなった。今後もホノルル美術館のコレクション、保存、解説、視覚芸術教育、展覧会、演劇、そしてハワイの移民族社会に関連する公のプログラムに熱心に取り組み、クック夫人のビジョンを反映し続けることであろう。現在、ホノルル美術館のコレクションは、 5万点以上にも上り、その質の高さと種類の豊富なことでは、国際的に高い評価を受けているが、その基礎を築いたのは、チャールス・モンター・ギュクック夫人が当初寄贈したおよそ4500点の美術品であった。美術館の所蔵品は、西洋美術とアジア美術とにほぼ2分され、その種類は多岐にわたる。特筆すべきコレクションとして、ホノルル美術館が世界で最も多くを所蔵する。 歌川広重の作品を含む、ジェームズ・ A ・ミッチェナーの5400点に上る日本の浮世絵版画コレクション、ヨーロッパ諸国と交流のあった時代から、今日までの藩への様子を描いたハワイアンコレクション、そしてサミュエル・ H ・クレス祭壇のイタリアの絵画コレクションが挙げられる。アジア美術コレクションは2万点余りを数え、ホノルル美術館の主要コレクションの一般にも、 アメリカの美術館の中で、ホノルル美術館のアジアコレクションは、最も重要な収集の一つとみなされ、中国、日本、韓国美術の大規模な、また、素晴らしい所蔵品の数々が特に注目されている。日本美術日本の絵画コレクションは、クック夫人が特に興味を示していたものである。最も重要なコレクションの一部は、夫人が生涯を通して収集したものであり、彼女は、 1920年代から1930年代に横浜の美術賞野村洋造を通して、か野も秀による桃山時代の落中落外図を描いた大木絵の数々と室町時代の菅原道真像を購入した。これらの作品は最近すっかり修理保存措置が施され、ホノルル美術館コレクションの石としての位置を不動のものにしている。 その他にも1952年に購入された鎌倉時代の絵巻、工房大使行場絵巻、1990年にロバート会ランジ財団の支援を得て購入された室町時代の水墨画、山水図など特筆すべき作品が揃っている。ここ数年は20世紀まで広げて山川周宝筆、詐欺娘中村大三郎筆、婦女等の対象。 昭和時代の重要な絵画が購入されている。日本の絵画コレクションに加えて、漆器、特に沖縄漆器、彫刻、茶道具、武家文化美術品、仏教及び神道彫刻などのコレクションも豊富である。日本美術の中で最大のコレクションといえば、日本の浮世絵版画が最も知られている。その数は1万点にも上り、米国内でも最も優れたコレクションの一つに数えられている。 これは、主に、ジェームス・エ・ミッチェナーから一括して送られたものである。中国美術中国美術は、アキラ・キヨシ時代の皇帝画が力強く、伝統的な文人画が主流であるが、また一方で、アキラ・キヨシ時代後期の職業画形の業績も著しい。ホノルル美術館ほど、中国画の発展に、重要な多くの画期的作品を誇れるところは、他にあまりないであろう。 主な所蔵品として、陳天音の、船浮き焼け図、文長名の傑作、絵巻、七都章、創画、工事の、秋の訪れ、他にも、周陳、陳広史樹、八大三人の作品などがある。その他の重要な中国美術品として、当時、木製調度品、儀式用銅器、漆、仏像、葬儀用彫刻品、翡翠や金属在庫の装飾品などが挙げられる。 韓国美術ホノルル美術館の韓国コレクションには、米国内でも屈指の韓国当時が集まっている。このコレクションの中から、韓国財団は最近の出版物のために153点の美術品を選んだ。これは、米国本土の4団体から選ばれた韓国美術品を特集するカタログに載せるためである。韓国の一流の学者や学芸員らによる調査が進む中で、 ホノルル美術館所蔵の高麗時代の当時、特に政治は大変貴重で特に優れたものであることが確認された。ホノルル美術館の他のコレクションと同様に韓国美術コレクションにおいてもクック夫人の貢献が伺える。1927年にクック夫人は12世紀の高麗時代の美しいとっくりを購入した。これは 韓国職人の装飾技術能力の高さを実証し、同時期同じ窯で焼かれた同様の作品が韓国国立博物館に収められている。もう一人の韓国当時コレクションへの重要な貢献者はオリバー・エース・ピッチャー中将であった。彼が寄贈した蜂やとっくりなどの高麗聖事がこのコレクションを大変立派なものにした。南、東南アジア美術過去20年で、 南、東南アジア美術コレクションは大きく成長した。所蔵品数はまだ限られているが、この地域の代表的、また典型的、なおかつ質の高い美術品を見ることができる。地元の収集家であり、芸術家、また鑑定家でもある、ジョンヤングは63点に上る東南アジアの品々を寄贈。実寸より大きい。 ラマ教像が彼の寄贈品の力強さを示している。そして、カンボジア、ラオス、ベトナム各国の彫刻、金属在庫、陶時など、その他の寄贈品が、このコレクションの完成に貢献している。インド美術コレクションでは、クリスチャン・アール夫妻から贈られた、チェインタや参加の作品があり、これは、もう一組の重要な支援者であるグラブ・アトゥムル夫妻の寄贈に応えて、 感謝の印として贈られたものである。ワトゥムル家は、現在ギャラリーを飾る、巨大な建築物の一部で、一家の名の入った木の門など、多数の品々を寄贈している。フィリピン美術ホノルル美術館は、2003年9月、ハワイのフィリピン社会の力強さと、バイタリティに敬意を表し、当時の館長であったジョージ・エリスとナンシー夫人の名前をつけた新ギャラリーを開設した。 見事に並んだ製造、キタルソン部族のジュエリー、カゴ、衣装、金製装食品などの歴史的なコレクション、南北部族地域の生地類、サー・トーマス・アキナの大きな像、埋葬された、キリスト像等の木像、また、様々な織物や、長度などが展示されている。織物コレクション、織物コレクションは、およそ4000点に上る。その中の2900点は、 ホノルル美術館本来のコレクションであり、1100点はカリフォルニアの国際事前財団、クリステンセン基金から贈られたものである。日本の織物コレクションは、江戸後期のこそで19世紀の打ちかけ、大正、昭和初期の結婚式用着物や、式服や、脳装束と、その装飾品、農民や町民たちが着用した藍染めの木綿の民族衣装など、コレクションは多岐にわたる。 藍染めを背景に大きな柄が描かれた筒つつ描き布、特にベッドカバー、カーテン、風呂敷などのコレクションは日本国外では最も優れたコレクションの一つとして認められている。また、ホノルル美術館の中国織物コレクションの中心となるものは、新代の18世紀から20世紀のおよそ150点に上る衣類である。公式の満州旧定位。 婦人の霊装上着とスカートなどであり、旧廷位はドラゴンローブと呼ばれ、皇帝流や満州の天体デザインが施されている。このコレクションには、いくつかの珍しい品が含まれている。19世紀のある皇帝、皇后、上級官僚、そして皇太子の霊装族が、どれも大変良い状態で保存されている。トーマス・リンカーン・マンソン・ジュニア夫人、西洋美術コレクションは、絵画、 彫刻、紙を使った作品。紀元前3世紀のキクラです。ギリシャ、アッシリア、エジプト時代の古代作品から、現代のアメリカ、ヨーロッパの近代美術作品までを網羅している。ホノルル美術館のルリスタン製造品は、特にその品質と重要性で有名である。北、ヨーロッパ、イタリアルネッサンス時代の絵画は、ホノルル美術館が初期から所蔵する大画形の傑作である。 さらに、16世紀から18世紀のイタリア、オランダ、フランス、イギリスの大画家たち、カルロ・ボナ・ビア、ピーテル・デ・ホーホ、ピエール・ミニアール、サート・オーマス・ローレンスの作品を所蔵する。これらの絵画は、同時代の調土品、陶器、ガラス、銀製品、その他の装飾美術品と共に、ギャラリーに展示されている。ホノルル美術館はまた、東材料美術に及ぼした、 異文化の影響を反映した重要な作品を所蔵している。アジアの輸出用陶器、中国漆、西洋の漆調度、彫刻を施された、象下、ガラス絵、扇、金属細工織物、西洋陶磁、絵画、印刷、水彩画などから、アジア、インド、西洋の国々の間の芸術的影響を押し量ることができる。米国内でも、 このイーストミートウエストコレクションは非常に広い範囲を網羅していると言える。ヨーロッパ美術ホノルル美術館が所蔵する特に有名な19世紀から20世紀のヨーロッパ絵画及び彫刻は近代美術の発展に貢献した芸術家たちの素晴らしい作品である。ギュスターブ・クールベ、ウジェーヌ・ドラ・クロはフィンセント・ファン・ゴッホ、ポール・ゴーギャン、ポール・セザンヌ、カミー・ユ・ピサロ、クロード・モネ、 ピエール・ボナール、オーギスト・ロダン、アリスティド・マイ・ヨール、パブロ・ピカソ、アンリ・マティス、アメデオ・モディリアーニ、フェルナン・レジェ、ジョルジョ・デ・キリコ、イブ・タン・ギー等々の作品を所蔵している。アメリカ美術アメリカ美術、植民地時代から現在に至るアメリカの絵画、ちょうど装飾美術品は、ホノルル美術館の西洋美術コレクションの中の大変、重要なもう一つのコレクションである。 ジョン・シングルトン・コプリー、チャールズ・ウィルソン・ピール、ギルバート・スチュアート、そしてトマス・サリーらの作品は、形の良いフィラデルフィアのチップ・アンデールスタイルのサイドチェア、ボストンのエリシャ・タッカー製の上品な造眼を施されたサイドテーブル、また、目を見張るような18世紀のコネティカットチェストなど、様々な近代調度品と共に展示され、ホノルル美術館の初期アメリカ美術コレクションの 重要性を強調している。ジェームズ・マクニール・ホイスラー、ジョン・シンガー・サージェント、チャイルド・ハッサム、そしてトマス・エイキンズらの絵画、また19世紀を象徴するようなティファニーや、その他のスタジオによるガラス製品、銀製品、陶磁器などは19世紀後期のアメリカンアートコレクションのハイライトといえる。近代美術ホノルル美術館の20世紀コレクションの基盤となっているのは、 ジョージア・オキーフ、アーサー・ダブ、ディエゴ・リベラ、国吉・ヤスオ、アレキサンダー・カルダー、そしてエリーナ・ナーデル・マン・ラ一流のアメリカ近代主義者たちの絵画や彫刻である。モリス・ルイース、ヘレン・フランケン・サーラー、リチャード・ディ・ベンコーン、ハンス・ホフマン、ジョセフ・アルバース、ルイーズ・ネベルスン、ロバート・ラウシェンバーグ、リー・ボンテク、ジョナサン・ボルフスキー、ナムジュン・パイク、その他による。 主なる作品によって、色面破壊画、抽象表現主義、ミニマリズム、混合技法、概念芸術、そしてビデオアートなどを見ることができる。版画とドローイングのコレクションは、1万点以上にも、上り、15世紀後期から現在に至る、グラフィックアートの歴史を外観できる。特に19世紀、20世紀のアメリカとヨーロッパの作品が力強い。また、 小規模ではあるが代表的な写真のコレクション、そしてハワイの芸術家たちの歴史的あるいは近代の作品が数多く集められている。ハワイの文字ではなく豊かな絵で表現されてきた伝統はハワイを描いた絵、彫刻、装飾美術などのコレクションの中に保存されている。このホノルル美術館のコレクションはおそらく他のどこよりも優れているであろう。 絵画と紙を使った作品がコレクションの中心でキャプテン・クックがハワイに遭遇した1778年から今日までお網羅している。それらの作品は18世紀後期から19世紀初頭のヨーロッパやロシアのハワイ遠征隊に伴ってきた画家たちや19世紀の放浪画家たちによって描かれたハワイの風景、ハワイの人々の肖像画などである。 ホノルル美術館が所蔵するハワイの鳥の羽生ケープ、木製ヘイアウモケ氷炭、見事なハワイアンキルトなどはハワイで育まれた芸術の宝物である。当館のハワイコレクションは1778年から始まり現在まで至る。そして160年以上にわたりハワイそしてそこに住む人々に及ぼしてきた一連の劇的な変遷を明らかにしている。アフリカ。 太平洋諸島、南、中央、北アメリカの伝統的な美術品も同様に優れた展示である。ポリネシア、メラネシア、ミクロネシアの展示例としては、家庭用容器、調度品、敷物、道具、武器、羽製品、釣り道具、楽器などがある。パプアニューギニアのセプティック川地域からは、祭礼用彫刻、祖先像、羽飾り、楽器、容器、仮面、盾、 カヌーのサキ都会などが展示されている。ミクロネシア連邦諸州の美術品として、様々な仮面、実用品、送信具が、普通両ポリネシアからは、道具、羽飾り、パチ、ワン、容器などが展示されている。南、中央、北アメリカ美術南、中央、北アメリカの土着の美術として、北、中央、南アメリカの主要古代文明社会から、ネイティブアメリカンや、 プレヒスパニックの品々が展示されている。北アメリカのネイティブアメリカングループ、すなわち、スー族、ホッピ族、イロクオイ、ナバホ族の所蔵品は、丹念に手作りされた小物入れ、首飾り、魔よけ、カゴ、仮面、モカシン、モオフなど。また、北西地域の種族のハイダ族、トリンギット族からは、カゴ、木彫り、実用品が収められている。古代メキシコ文化では、 最も重要な文明社会であったアステカ、マヤ、オルメカ、トルテカ、ミシテカ、サポテカ、コリマ、ナヤリトなどの美術品が結出している。中央アメリカの地理機、ベラガス文化のコレクションは、陶製器、楽器、ジュエリーなどが挙げられる。古代ペルー文化を代表するのは、チャビン、モチカ、チムー、ナスカ、チャンケイ時代の豊富な陶製器類である。 アフリカ美術ホノルル美術館のアフリカ美術所蔵品は、南アフリカのズールー族、コンゴ民主共和国のクバ族、コートジボワールのグロ族の薬瓶、仮面、祭礼像など、各国の美しい工芸品が、コレクションの価値を高めている。モザンビークのマコンデ族、シエラレオネのメンデ族、ナイジェリアのヨルバ族、ガーナのアカン族とアサンテ族、そして、北カメルーンのマンビラ族のゲームボード、 祭礼用し、小宝祈願人形、奮動、容器、水差しなどの品々が紹介されている。その他の種族として、ギニアのビジョゴ族、シエラレオネのビッソウ族、テムネ族、コートジボワールのリグビ族とダン族、コンゴ民主共和国のベンベ族、ベナルルア族、モングベツ族、マリのバマナ族、ガボンのカタ族、そしてカメルーンのバミレケ族などが挙げられる。 織物コレクション太平洋、オセアニア地域では100枚のタパ、カッパがハワイアンキルトは30点を所有し国内で最も力強い。西洋域については250点のヨーロッパ織物、200点のレース、そしてアメリカキルト、ベッドカバー、アメリカインディアンの毛布とビーズ製品など150点の北アメリカの織物などが所蔵されている。民族的なあるいは 人種的な所蔵品としては、160点のトルコ、中東の品、110点の中央、南アメリカの品、そしてアフリカの衣装や織物が70点に上る。ありがとうございます。